はい、どうも板です。今回はちょっとエンジンオイルを交換していきます。前回変えたのが12,830キロで、今が16,654キロなんで、どんぐらい走ったんだ、3800ぐらい走ったのかな、キロぐらいちょっと走ってるんで、まあ3500から4000の間ぐらいで僕いつも変えようとは思ってるんで、で前回はオイル交換のみだったんで、今回はフィルターもちょっと変えていこうと思うんで、でエンジンオイルの抜き方は上抜きをちょっとやっていきます。はい、はい、どっからやるかって、ここですね。あ、ここじゃなくてこっち、こっちか。あ、こっちでもいいのかな、こっちでもいいのかな。この前どっちからやったんだっけな、こっちかな。レベルゲージこっちでも入れば、ちょっとどっちか入る方で、まあどっちでも多分できると思うんですけど、まあ一番吸える方がいいんで、まあそこにね、よいしょ、こいつを入れていくんですよ。でシュポシュポ吸っていくという感じですね、こいつで。じゃあちょっとやっていきます。でもう暖気は済んでるんで、オイル温まってます。はい、これでちょっと抜いていきます。来た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 、意外と力いるんだよな、これ。ホースがあったかい。え、大丈夫？折れないかな？なんかパキパキ言ってんだけど、これ。やばいやばいやばい。大丈夫？これハンドル折れたら終わりじゃん。やばいよね。ドレンボルト開けて下抜きしなきゃいけないじゃん。まあ結局フィルター開けるから下から抜くんだけど。硬い。まだまだだね。ちょっとハンドル、ここプラスチック、怖っ。え、あ、これネジ山になってんだ、ハンドルが。これで
あ、なんか合成感が出た。ちょっと緩まってたんだな、ハンドルが。あ、疲れる。あ、まだ。さすがに4リッターは長いな。まだ2リッターいってないぐらい。お、どうだ。なんかスカスカになってきたな。嘘でしょ。もうスカスカ？そんなに抜けた？嘘だ。この線一つが1リッターだよな。2リッターぐらいでそんなスカスカにならない。おかしいね。はい、ちょ、今上抜きしたんですけど、抜けたのが正直2リッターちょっとぐらいで、全然ちょっと抜けなくておかしいんで、もう下のドレンから抜いちゃいます。はい、でちょっと下から抜いちゃうんで、ちょっとドレンを外していきましょう。はい、じゃあちょっとドレン緩めていきます。よいしょ、結構出るね。うわ、三脚にかかってもうた、やってもうた。勢いいいね。勢い良すぎですよ。手が真っ黒で、これ磁石強力なやつにドレン変えてるんで、結構ついてますね、鉄粉が。よいしょ、これでもう大体抜けたんで、ドレンボルトを戻していきます。本当はあのパッキン新しいのにした方がいいんですけど、うわ、磁石が強い。下抜きすると思ってなかったんで、パッキン用意してないんですよ。なんで、よいしょ。はい、それでドレンボルトちょっと締めますが、規定トルクが 41.7 ってネットに書いてあったんで、まあ42ぐらいに今してあるんで、こんなもんか。こんなもんっすね。で、次フィルターいきます。はい、じゃあ次はこのフィルターを外します。よいしょ。あ、垂れてきた。早く抜きたい。よいしょよいしょ。垂れてきた。
よいしょ。あ、閉めちゃった。すごいね、ドバドバ出てくるね。しかもちょっと暑い。よいしょ。はい、取れた。取れたね。で、あとはこの新しいゼロスポのフィルターを。今度はこちら新しいやつで、ちょっとここのパッキンにオイルをぬりぬりして、はい、でまたちょっとつけていきます。よいしょ。はい、でオイルフィルターの方のトルクは14ニュートンみたいなんで、そちらの加減で締めますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。うん、こんなもんです。結構柔らかく締めた感じですね。はい。いやー、これ見てください、どす黒い。3800キロか、まあ、4000キロぐらいだとかなり黒いですね。次3000キロでもいいかなっていう感じです。はい、はい。で、下は全部締め終わったので、ドレントフィルター、いつも使ってるゼロスポの SPR 10W50 4.5リッター、これフィルター変えるとき 4.5 リッターのやついいんですよね。じゃあ早速入れていきます。よいしょ。あー、漏れそうだなこれ。よいしょ。よしよしよし。で、フィルター交換しないときは4リッターでも足りるんで、匠オイルとか使ってたりしました。あとは前はあのスバルのエルフの純正 10W50 のレプレイヤードってやつ、あれも使ってましたね。で、匠はそんなに油圧高くないです。俺 10W60 だったかな、入れて油温の上がりも別にそこまで気にならない。で、スバルのレープレイヤードは結構油温はきつかった、油圧も結構きつかったかな。で、ゼロスポのやつはかなり優秀でも油温はちょっと上がるかな。でも油圧がかなり確保されてて、むしろなんか高いぐらい油圧はっていう風に個人的には感じますね。オイルクーラー入れる予定なんで、別に50とか60じゃなくても40とかでもいいのかなって、あんま硬すぎてもなっていうのも最近思ってきたんで。ああ、体勢が、腰が痛い。ああ、腰が痛いよー。早く入って。
早く入りなさい。とりあえず3リッター入れました。一応今 4.23 リッター入れたんで、ちょっとレベルゲージを見ましょう。フルのここら辺まで入ってますね。はい、ちょっとじゃあ暖気しますか。今一応暖気終わりました。油温はまあ60度から65の間ぐらいでしたね今。あ、油圧忘れちゃったな。6キロ6ぐらいだったかな。エンジン水温は71、2、3ぐらいだったな。ちょっとさっきより下がったな。ちょっと足しておこうかな。はい、じゃあエンジンオイル交換、フィルター交換は以上になります。はい。